社員の将来を何よりも考えている期間です。再就職をしたいけど自分に合った仕事が見つかるか、また採用側の企業も求人してみたけど希望する人材に入ってもらえない、こういったミスマッチが起きないように専門のコンサルタントがマンツーマンで再就職をサポートしてくれる再就職支援サービスをご紹介します。いいね。産業雇用安定センターの東京事務所マネージャー柴尾和明さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。再就職支援サービスについて教えてください。産業雇用安定センターは再就職や出向のサポートを無料で行っている公的機関です。そうなの。全国47都道府県に地方事務所があり、ハローワークなどと連携して全国500人のコンサルタントが全国ネットで再就職や出向のお手伝いをしております。ありがとう。地方事務所では専門のコンサルタントがマンツーマンで再就職に向けての活動をサポートしています、個人の再就職の支援サービスではなくて企業の人事担当の方に使っていただきたいサービスなんですよね。そうなんです。早期退職募集や事業所の閉鎖などにより従業員を雇用調整しなければならなくなった場合、企業から従業員の再就職に向けた支援の要請があればカウンセリングから再就職先の紹介などを行います。一方で事業の拡大、専門的な人材や欠員補充などで人材を確保したい場合は求人の申し込み表を受け付けしてニーズに合った人材をご紹介します。やっぱ社員のことをね思えばやっぱ社員にやりたいことをね、そしてそれをこう取りたいという人にやっぱりね取っていただきたいですから、こういうサポーターすごくありがたいです。どうしてこういったサービスが生まれたのか教えてください。はい、当センターは今から35年前、国経済団体産業界が協力して設立された再就職そして出向支援の専門機関なんです。近年は人口減少高齢化が進展し、人材の有効活用が実は課題なんです。例えば成熟産業から成長産業への人材移動を図ることが大きな社会課題となっており、当センターはその解決にも取り組んできました。なるほど。再就職支援サービスはどういった流れで人と仕事をマッチングするんでしょうか。まず最初に人材の送り出しをする企業から当センターが依頼を受けます。ただしその際は送り出しの対象となる方ご本人が当センターの支援を受けることに納得していただくことが前提となるんです。まずはね、人材を送り出す企業を通じて再就職支援を希望される方から当センターに登録していただきました後、希望する仕事や労働条件、就業場所などのほかご本人の職務経験やお持ちの資格などをお伺いしていくことになります。いやすごい。並行して当センターは人材の受け入れを希望する企業からも求人情報を入手して、再就職を希望される方のマッチングに着手します。私どもの一番重要な業務は受け入れ企業と再就職を希望する方の最適なマッチングなんです。いいね。すごい。専門のコンサルタントが受け入れ企業や仕事内容、必要なスキル、そして労働条件などを具体的に把握した上でご本人に再就職活動のコツなどをアドバイスします。その他にサポートしていただけるメニューがあるんですよね。再就職を希望する方に対してはマンツーマンでキャリアカウンセリングを行い、履歴書などの応募書類の作成指導や面接の受け方などについてきめ細かく講習しています。ありがとう。その他資格や免許を取得することで、より早く再就職が期待できる場合は職業訓練への受講サポートも行います。嬉しい。この 1,2 年は企業間での在籍型出向も多数支援していると伺いましたけれども、厳しい時勢ではありますが、まだまだ続いておりますが、全国の地方事務所では異業種間や同じような職種間での在籍型出向を多数ご支援しております。再就職支援サービスは人材を送り出す企業と人材を受け入れる企業との間で再就職の実現に結びつけるサービスです。人材の橋渡し業務をなんと無料で行っています。はあ、嬉しい。すごいです。専任のコンサルタントがサポーターとなって再就職を希望する方と受け入れたい企業双方の希望を考慮してベストのマッチングを叶えてくれます。再就職支援サービスの他に企業に在籍しながら並行して別の企業でも働ける在籍型出向支援や
高齢者の豊富な経験や知識をメインとした再就職支援のキャリア人材バンクというサービスもあります。その他再就職や出向の登録、人材に関してのご相談は産業雇用安定センターのウェブサイトでチェックしてください。はい、再就職出向の専門機関再就職支援サービス以上となります、うん、さあ柴田部長、こちらいかがでしょうか。はい、再就職支援サービス承認です。承認いただきます。